始まって、人類の皆さん、始まこんばんはこんばんは。何回な、天神三丁目町内、天神三丁目町内会のなんでございますでございます、はい。今日も元気に楽しくスペシャルゲストを呼んで親子通りテレビを始めたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、司会の司会じゃないんだけど、はい、司会、はい、早間です。もう今日はハギーですよ、MC ハギー、MC ハギーです。今日はシンプルにいきます。はい、はい。今週から、来年の1月の一番大会目まで、ちょっとこの葉山明プレゼンツといいまして、すごい、はい、葉山さんが親子踊りで出会った、はい、ユニークな人たちを毎週と、紹介していこうという、はい、特別企画を今回から始めますんで、その第1回目なんですよね、今日。1回目なんですね、はい、僕ね。ちょっとありがとうございます。まず最初にスタッフ紹介で、私は町内会長の番長でございます。イエーイ、番長リアル番長、内畑です。紹介はい、うっちーでございます。うかしゃはい、チャビネットで終わっちゃった。はい、親子通りでサンバクラスをしていますサンバダンサーのエロイザです。エロイザでございます。お願いします。ユミーザです、よろしくお願いします。はい、たまに登場するレアキャラのユミーザでございます、ね、レアキャラ、レアキャラ、今日はね、思ったかったね。はい、じゃあちょっとゲスト紹介お願いします、はい、ゲスト、はい、今週のゲスト今週の、あ、今日のゲストはね、はい、博多駅で何週間前だっけね2週間前ぐらい2週間前に知り合ったばっかりの、いや、バレバレ最近知り合ってるじゃないですか今日、今日2回目それもなんか親不孝通りで知り合ってないじゃないですか言っちゃったでも、話を進めていく上で実は親不孝通りでライブとかいろいろしてたっていう、はい、それが親不孝通りのご縁屋っていう緑の看板の居酒屋の上にライブハウスがあって、はい、そこでよく歌われてたみたいです、はい、うん、でも僕は博多駅で知り合いました。今日2回目でナンバーしてみたってことですね、はい、そうです。で、何さんですか。山崎健一くんです。よろしくお願いします。僕が、はい、山崎くんと知り合いまあ初めて知り合ったのは、まあ、前回なんですけど、はい、山崎くんはもともと僕はベルケブで知り合った兄ちゃんと知り合いで、ベルケバブ、うん、親子通りにあるケバブ屋さん、そうそうそう、僕はちょっと自慢やけど、はい、看板とかチラシとか全部作ってるベルケバブ、ベルケバブって結構有名じゃないですか、親子通りじゃないですね、そこで、そこでリエちゃんっていうシンガーリエちゃんと知り合いになって、シンガーの、はい、シンガーリエちゃんはそこのベルケーボブで働いてて、はい、もうだいぶ前になるんですけども、はいはい、でその後リエちゃんが博多駅でライブするって言って行って、はい、その時になんか全然関係ない人とマジックしてたら、はい、山崎君と知り合って、はいはい、そしたら、あ、実はミュージシャンということを聞いて、はいはいはい、よかったら自分の宣伝にもなるから、はい、ぜひ親子 TV、はい、出てくれるんですかって言って、そこでちゃんと声かけてくれるとか嬉しいですね、うん、はいはいはい、ご縁があって、うん、ありがとうございます。なるほどなるほど、ありがとうございます。そういう企画で、はい、はいはい、だから今日2回目なんですよ。なるほどなるほどなるほど僕もまあ深くは知らないけど、はい、うん、連絡の取り合い方も、はい、もうやっぱ2回目なんで顔がちょっともうっていうのもあるんでしょうね、なんか、うん、僕はこれをかぶってるんでとかこれ着てるんでとか、お互いにそういう感じの、いや、まだよく分かんない。じゃあローソンの前で出会い系みたいな、間違いない親子通りのローソンの前で、はい、これ今日はいつものハットかぶってる、ハットかぶってるみたいな俺今日シルバーのジャンバー着ておけちょっと面白かったですね、あれは2回目だからね、はい、なるほどなるほど、いや、進めてください、進めて、いや、今日初めて MC よ、はい、あ、そっかそっか、初めて、あ、俺がずっと進めない、いや、でも、いや、でも、はい、楽しいのはやっぱり、うん、まあ、どこでもそうだけど、なんですかね、初めて会った人とまたこう、繋がっていくっていうのが楽しいじゃないですか、はいはいはい、うん、僕はそれが楽しくて、うん、でもそれ自分の友達と行動してたらそれないんですよ、うんうん、一人で行動するときにやっぱそういう友達って新しい友達ってできるから、うんうんうん、
ちょっとこの前邪魔者が一人だけいや、そんなことないですよ。そんなことないですよ。邪魔者って誰だよ。男の友達だけど一人で楽しんでるから。でかい人ですか。いや、違います。あ、違うね。ちっちゃい小柄な方ですね。まあでもそれでね、こうやって知り合いでこうやって親子踊りテレビも出てもらって、まあ自分はむちゃくちゃもう山崎くんに感謝してるし、ありがたいと思うし、山崎くんもねどんどん宣伝してもらいたいけん、なんかチラシとかアピールするものがあればこちらに。ありがとうございます。ちょっと小さくて締めみたいな。それではラスト紹介の方みたいな。ラストでラスト。いや全然いつも全然。ところで山崎さんは何をやられてる方なの。そこすらまだ話しながらゲストとは聞きますよね。早山さんの感謝の言葉みたいなの。何やってる方か全く分からない。間違いないです、間違いない。じゃあこれこうしよう。改めまして、佐賀県の唐津というところから来ましたシンガーソングライターの山崎健志です。よろしくお願いします。普段はですね、キーボードの弾き語りで、ソロで活動しておりまして、そういった音楽活動以外にもその地元にはなるんですけど、唐津市のピープルテレビっていうケーブルテレビがありまして、ここの番組のリポーターもさせていただいたりとか、であとはその、僕その音楽やってるということで、その地元唐津市でですね、やっぱその僕今25歳なんですけど、僕でも結構その年下のなんかミュージシャンっていうかアーティストさんがあんまりこう出てこないっていうか、今ですね、そういうのが結構現状であってて、そういったのをこう打破したいっていうか、小さな若い子にももっとこう音楽する場所を与えれたらいいなと思って、その唐津ミュージックフェスティバルっていうのも僕開いてまして、先行公開ですけど、実はですね、来年の3月22日に Volume3 が開催決定いたしました。なるほど。ここでしか言ってない、ここでしか言ってない、ここでしか言ってない、はい。あれですね、アメフトと一緒、アメフトやね、ラグビーと一緒ですね、ラグビーと一緒ですね。え、何がですか。ここは一緒が分からんかった。キレキレすぎるでしょ。日本じゃほら、アメフトやね、ラグビーってあんまり認知されてなかったけど、ワールドカップ出てこうやって広まってきて、ちっちゃい子供も認知させようって言ってる。まあそれと同じような感じですよね。そうですね。そうですね。ちょっと見つけたかと思いました。でも遠かった。ちょっとね。なんか今25歳って聞いて、弓澤さんの目がちょっとこう変わったんですけど、本当ですか。なんかと思って。そんな。はい。なんですか、これケーブル、カラスケーブル TV。どういうやつなんですか。僕がやってる番組は、それこそそのさっきのとちょっと似てるんですけど、若者にエールっていう番組コーナーをさせていただいてて、でそれがその、音楽だけじゃなくて、例えばこれから例えばラジオの MC をしたいという方だったりとか、それこそもう本当に音楽をやりたいという方とか、スポーツでこういうのやりたいとか、そういった高校生とかです、若い子たちを、ピックアップして、その子にをなんかこう、僕がエールを送ってその紹介するっていう、そういう番組コーナーです。すごいですよね、自分も若いのにそれよりさらに下の人にも。そうですね、すごいですね。はい、俺もちょっと見直らないかな。笑ったことない。佐賀県の高校生の設定で、いや、もう年はあんまり関係なくて、最初にでも紹介させていただいた方は、でも30ちょい過ぎとかだったんですよ。そのぐらいが限度かなって。はそのそれ以上上になるとやっぱもう若者じゃなくなっちゃうみたいな、なんかっていうふうにはディレクターから言われてたりするんですけど、でも本当それ以下ぐらいの年齢の方で、なんかこれから頑張っていこうっていう、こうご紹介するっていう番組のリポーターをさせていただいて。いいですよね、そういう若い子って。もう25歳ってだいぶ限定とかじゃなくて、唐津限定なんです。唐津限定、じゃあ福岡からはいけない。そうなんです、なんか唐津に多分ゆかりがあれば、なんかこう話を通したりはできるかもしれないですけどね。じゃあ親子踊り TV テレビと一緒でちょっと似てると思います。そんな感じですよね。似てると思うの、それの幅がちょっと地元みたいな感じ。唐津ってこっからどれぐらい離れてるんでしたっけ。車ででも1時間かかんないです。かかんないぐらいで行けますね。はい、行けます。30キロぐらいじゃないですか。そうです、電車で1時間15分とか。本当この天神駅からもうその終電っていうか、一番最後のところが西唐津駅とかで、もう唐津に1本で行けるんですよね。あ、そうなんですか。はい、
うん、なんか唐津ってね、はい、なんか行きそうでなかなか自分行ったことないぐらい、あ、本当に行ってます？私結構行きました、唐津に。唐津何があるんですか、唐津。唐津くんち、あります、あります、唐津くんちってあるわけね、あります、タイの祭り、そうです、なんかちょっとあの荒くれ男たちが多いイメージしかないんですけど、自分はそんなことないんですか。まあ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 、そうですね。多いでしょ。結構なんかあのその時だけなんかこう結構はっちゃけられる方多いかと思います。なんかヤンキー度高そうな感じしますもんね。結構やっぱそのもうそのそのイベントっていうか、その祭りが終わった後の夜の、うんうん、街はちょっと確かにあの、うん、なかなかにヤンキーな方が多かったりはしますね。あ、そうなんですか。へ、はい、そんなとこなんだ。あともうイカですよね、そうです。やっぱ呼子もね、呼子、はい、のイカって結構有名で、呼子ってカラスなんですか。はい、カラスなんですよ。糸島かと思ってた。ちょっと待って、ちょっと待って、カラスでございます。はい、カラスなんですね。はい、やっぱカラスといえばやっぱ呼子のイカとか、うん、それこそあの、うん、カラスバーガー、カラスバーガー、はい、え、カラスバーガーって僕聞いたことあるんですけど、はい、あの佐世保バーガーも結構有名じゃないですか。有名ですね。な、何が違うんですか。何が違うって言われたら、あの正直わかりません。わかんないです。でもなんか美味しいです。あー、そういうことですか。まあ両方美味しいってことね。でもあのそう、呼子に行くと、うん、あのイカバーガーとかもあります。呼子のイカのを使ったイカバーガーとか、美味しいですか。それもめっちゃ美味しいですね。へー、ぜひちょっと食べに来てください。やっぱりイカは本当やっぱうまいんですか。あの例えば福岡でこうイカった、あ、でも、でも福岡も美味しいんですけどね、はい、福岡も清州は結構美味しいんですけどね、うん、でもやっぱ唐津も美味しいですよ。はい、じゃあ、カラスバーガー、呼子のイカ、はい、カラスくんち、はい、あと何があります。あとはなんかそのもう観光スポットの方になるんですけど、うん、それこそあの唐津城とお城とかですね。あ、はい、で、あの名古屋城ってあるんですけど、はい、名古屋城とかはもうあの豊臣秀吉とかがいた、うん、朝鮮出兵する前に、うん、そこに拠点にしてたんで、うん、確か、何だかな、大阪城とほんと同じぐらいの大きさなんですよ、多分平和全部は、っていうぐらい有名で、名古屋城の方ですね。あ、名古屋城が、名古屋城、はい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 、はい、多分僕からすると唐津城より名古屋城の方が、まあ、そういったあの有名な方がいたんで、はい、まあ、おすすめはおすすめなんですけど、うん、まあ、どっちもです、おすすめです。唐津城は誰がいたんですか。うわ、名前何やったかな、なんかいたん、なんかいらっしゃったね、まあまあ、それぐらいの人なんですか。やっぱもう豊臣とかですね、豊臣秀吉さんとか比べ、はいはい、るともうちょっともう、うん、ですね、ガクンとおっしゃいますけれども。 なるほど、はい、あとはすごいですね、はい、でもね、そんだけミュージシャンしてて、うん、そんな歴史とかも詳しいっていうのはすごいですよね。そう、少し、まあ、少しですね、うん、あとはあの滝とか、はい、山とかがやっぱり多かった、はい、自然が多くて、はい、本当川、海、山、滝とか全部あるんで、はい、滝もあるんですよ。白糸の滝は、福岡の糸島、あれ糸島でしょ。あれ糸島ですよ。そこは糸島でしょ。そうなんですよね。呼子の言い方あんま変わんなかったじゃん。変わらなかったね。唐津とね、ごっちゃになってますね。なんかあの境目は難しいですね。でも本当なんかそのドライブということで来るにもちょうどいいし、海沿いをですね、走ったりもできるし、もう電車とかで来てもですね、こういろいろ回れたりもするんで、やっぱ遊びに来るってなると、やっぱ結構もう楽しめる場所なんじゃないかなと思っております。なるほど、なるほど、はい、うん、そういうあの唐津のこう素晴らしさのこう伝道師的な感じでいろいろやられたりとかもしてるわけなんですね。いろいろそうですね、なんか聞かれた時に、まあ、少しもこう少しぐらいは話せるようにはっていうことで、うん、はいはいはい、少しずつ今も僕も勉強してるっていう感じですね。そう、あの、リ、はい、あのね、一緒にあの、はい、共演はしてないけど、リエちゃん、シンガーリエちゃんおるんですけど、はいはい、あの人も言ったけど、やっぱあのミュージシャンって最初に喋らないといけないんですよ。あ、そうですね、うん、MC がやっぱですね、喋、うん、りますね。で、リエちゃんのお兄ちゃんから言われたんですけど、リエ喋りが下手くせやけん、葉山さん喋ってよって言われたけど、別に俺シンガーでもなんでもないし、葉山さん本人です。言おうと思ったでしょ。言っていいけど突っ込んでくださいちゃん。突っ込んで、今突っ込もうとしたでしょ。親戚のおじさんみたいな。親戚のおじさんちゃんと突っ込んで。うん、なんか今日はせっかく来ていただいて、なんか一曲歌っていただけるみたいな。噂を聞きましたよ。そうなんですよ。僕もびっくりしまして。ねえ、シンガーコードライダーだし、はい、よろしいんですか。よろしくお願いします。はい、偶然なんかギターが落ちてるみたいなんで、ちょっと偶然置いてありましたね、今。偶然あった、はい、偶然ギターがあった、ね、これ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。立ってから、はい、でも本当にあの先ほどですね、お伝えしたんですけど、はいはい、キーボードの弾き語りなんで、はい、立っていいですか。はい、お願いします。キーボードの弾き語りなんで、ギターってもめったにしないんですよ、はい、あ、そうなんですか。めったにしないって、まあ、それそういう目線で言えばちょっとレアになるのかもしれない。お、様になってるわ。本当ですか。かっこいい、マジで。ありがとうございます。モテるでしょ、めっちゃ。いや、全然モテないんです。マジですか。はい、あの彼女が今、あの今度12月で4年ぐらいいないんですよ、僕。
あ、4年くらいいない。4年ぐらいいなくて、ちょっと寂しいもしませんし、だから。じゃあ、よろしくお願いします。クリスマスのために。これを紹介しましょう、ちょっと。僕の彼女の。彼女がいない歌みたい。寂しい。それを今日一番ちょっと紹介できたので。悲しい歌で。これで恋愛の歌やったら受けますけどね、マジで。あ、恋愛ソングなんですけどね。いないのに。まだ、いないの時に作った。妄想で。はい。というわけで、あのオリジナルソングをですね、今日はですね、歌わせていただこうと思ってるんですけれども、楽しみにしてます、はい、このソングですね、僕が生まれて初めて作った1曲目のオリジナルソングなんですよ、はい、で、今はですね、それこそキーボードでしてるんですけど、この曲はギターで作りまして、はい、で、この間というか、まあ、今も流れてるんですけど、はい、東京の世田谷ってあるじゃないですか、はいはいはい、あそこの FM 世田谷さんで、はい、この楽曲を採用していただきまして、マジっすか、すげえ、はい、FM 世田谷の、とある番組の一つで、はい、毎日11月のこの1ヶ月間ずっと流していただいてて、へぇ、というのはですね、曲でございます。なんか本当にね、嬉しくて、ちょっと、その曲を、はい、はい、よろしくお願いします。よろしいですか、今、はい、なんかお話、あ、いや、そんな人と、なんで僕と友達になったのかなと思って、まあいいや、まあいいや、ご縁があったんですね、ご縁があったんや、はい、なんですか、縁ってどうかに、まあいいや、今日は地下鉄なんで、そらさ、いい曲、はい、君が笑えばっていう曲を。明日また笑えるように、僕は君の手を引くよ、君の手はまだ温かくて、僕の手はとても冷たくて、染まってく君の温度に僕はちょぼっぴり笑顔で、こんなに小さなぬくもりだけど僕にはとても大きくて、どんなに辛い夜が来たって乗り越えてみせるよ、何度も涙を流したってそばに僕がいるから、すぐと抱いて、ずっと、おお、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、君が笑えばという曲でございます。よかった。うん、いや、マジでよかったっすもん。ありがとうございます。キーボードが得意って言うたけど、ギターが…いや、ギター声がめっちゃよかったもん。本当ですか？あ、それ嬉しい。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。全然なかった。シミリッシャーが好きなんですよ、マジで。あ、本当ですか？いや、そんな言ってもらってよかった。ありがとうございます。え、どうでした？夢だろ。いや、切なかったですよ、めっちゃ。センタルなのに。センタル、今、ハコする人いっぱいいますよ。うん。気持ちが乗らなかった。気持ちが乗らなかった。乗らなかった。いやいや、でもありがとうございます。そんなもう歌まで歌わせていただいて。あ、ありがとうございます。じゃあ次、ちょっと早川さんも一曲。お、いや、マジ来ました、これ。何がいいですか？やる？何で歌うの？アカペラで。アカペラ。アカペラ。歌おうと思ってる。断らない。じゃあ、どうしようかな。歌うんだ。ウィアザワールド歌いましょうか。歌うんですか？わお。もうみんなで歌う。じゃあちょっと、でも後半切るけどね。はい、後半切ってもらって。長いから。後半切ってもらって。もうフルでいく気ってことですね、しかもね。いや、プロの歌手を前にしてちょっと早く行こうと思いましょうね。いや、マイクもな、ビールはあったまに。あ、ビールでいい。ビールでいい。ビールマイクで。ビールも、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。歌う気やん。いや、分かってる、分かるじゃないか、それもめっちゃ。ちょっと待って。いや、もう種めっちゃ分かってるじゃないですか、もう。はい、こっちが。はいはい。あ、それでですね、はい、いいですよ。逆でしょ、逆。いやいや、これでいいです。あ、いいんですか、はい。これ、時間取っていいですか、これ。もう何回。あ、あと、あ、ほんと10分あるんで大丈夫です。あ、俺で終わり。10分も歌うの。別に音楽が流れるわ。はい、ファンのが、はい。They come style when we hear the sudden call when the worldMust come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all.やっぱこれ、やっぱダメ。あれ今から良くなるじゃない。今からがあれじゃないですか。今から上がっていくとこ。おいちゃんが、もう俺で時間取っていいの？全員入りますもんね、その後サビになったら。テン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 バイデイザッサマンサムワウィルスメイクチェイン We are all a part of God Gravy FamilyAnd the truth, you know, love is all we need. はい、みんなで We are the one. 裏返りましたね、ちょっと裏返りましたね。完璧です、完璧です。あさっての方向ぐらいに。よかった、よかった。今一瞬やっぱ金が鳴りましたね。When I was young, まだ始まっちゃう感じ。また始まっちゃう感じ。曲変わりました、今。また始まっちゃう感じですね。いやいや、いいよ。まあ、いや、山崎さん、本当すごかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。忘れてました、僕歌ったの。今回でもやっぱりいろいろ、なんかどこでやられるんでしょう？福岡で、明日がですね、清川にありますキャバンビートさんでライブをさせていただきまして、で、今週木曜日ですね、11月21日、18時10分からクリスマスマーケットの博多の会場でライブをさせていただきます。よろしくお願いします。はい。あとはもうですね、12月の22日は天神会場の方で、はい、クリスマスマーケット出演させていただきます。天神の時は行きたいですね。ぜひぜひ遊びに来てください。クリスマスマーケットはね、私毎年行きますもん、クリスマスマーケット。博多も天神も両方ぜひ来てください。はい、ぜひ来てください。天神もあるんですか、今年は？あります、あります。はい、天神と博多がありまして、中央公園、あ、中央公園だっけ？市役所前広場。市役所前広場だと思います。はい。お酒も飲めますよ。はい。ワイン、ホットワインがいっぱい。そうそう、ホットワインがですね。ホットワインがね、もうホットワインもね。言っちゃったから。言っちゃってるんです。ひぼいで言っちゃいます。
秘めとく。俺も彼氏連れて行こうかな。違う。やばい。とうとう爆笑。遠くまで明後日の方が。いや、今マイケル状態だけど。マイケルはいらない。今のはマイケル状態だったわけですね。なるほど。まあそちらでライブをさせていただきます。はい。だけどね、これだけいろんなとこでこんな甘い声で歌われたら、はい、女性いろいろ言い寄られるでしょ。いや、それがないんですよ。ないんですか。ないんですよ。なんでちょっとぜひぜひ。いや、彼女も大募集ということで。はい。そういうわけじゃないですか。そういうことですね。あ、そういうことなんですか。はい。まあ、ぜひぜひ。ね、ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まだあと5分ありますんで。あ、じゃあ、はい、僕のじゃあ一番ちょっと宣伝したいのがありまして、はい、その地元唐津でですね、僕が、はい、来年2020年の、1月19日日曜日、はい、119ですね。はい。はい、の日に地元の唐津のリフレホールっていうホールで、はい、ワンマンコンサートが開催決定いたしました。ありがとうございます。はい。ワンマンコンサート。コンサートです。ホールなんで。はい。で本当に西唐津駅、先ほどですね、お伝えした、はい、駅、ここの天神駅からでも、もう最後のところの駅なんで、はい、で駅からもう徒歩5、6分とかで着くところなんですよ。で、まあ、福岡からも結構来たいという方いらっしゃるんで、そういう方をですね、見越して、14時スタートなんですよ、2時スタートなんですよ。だから終わって帰ったらちょうど7時ぐらいになるという、はい、日曜日ですね。はい、そういうのも考えて、14時から、ですね、歌を歌わせていただきます。はい。で、こちらもしですね、なんか誰かちょっと興味あるなとか、ちょっとなんか、詳細とかも知りたい、細かく知りたいなっていう方いらっしゃったら、僕山崎健一でですね、ホームページも出てきますし、Facebook、Twitter、Instagram、あと YouTube とかですね、そういったのもありますんで、ぜひそちらからですね、ダイレクトメッセージもいただけたら、きちんとお返事をさせていただきます。はい、いろいろね、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ皆さんフォローしてください、よかったら。あ、ここにあります、ね、ここにもあります、はい。 QR コードもあったりとかします。あれ、テレビ越しいけるんですか、これ絶対無理ですよね、ですよね。はい、もう全然、いろいろSNS とかもありますんで、そちらからぜひですね、いろいろですメッセージいただけたらと思います。よろしくお願いします。いや、要チェックですよね。はい、よろしくお願いします。なんか、女性の彼女もいないという話で、ね、はい、いや、もうちょっとこう興味ある方はね、ぜひぜひ、私も、あら、フォローしていただいて、こんな美人に、こんな美人に羨ましいけどな。いやー、はい、結構僕もいないんですけどね。いや、そこはこれ、いや、それは分かってます。じゃあ、ちょうどね、時間になりましたんで、ありがとうございます。これで今日の番組を終わらせていただきたいと思います。はい。山田さん、また機会があったら、あ、もうぜひ、次はそしたらもうキーボードでちょっと本気なやつで、そしたらお願いします。ぜひぜひ。またなんか親子通りとかでもね、我々もこうやって番組で親子通り盛り上げようとしてるんですけど、はい、なんかここでまたコンサートとかライブとかね、ぜひやっていただければ、うん、ぜひぜひ、もうその時はもうよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。その時はまた直前にチラシとか持ってきてもらえる、宣伝してね。よろしいんですか。ありがとうございます。じゃあ最後ですね、はい、これで締めますんで、これでお仕事のほどよろしくお願いします。はい。今週も親子通りにツラ出せよな。バイビー。バイビー。